ミッション40レベル ZZZZ-Z ザリングね、何度はこれもう何かすら分かんないんで行くぞ。さーて、やだがれき。あら綺麗。青空見たの久しぶり？そうでもないか。あのあれ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 、破壊しないとダメ。ショックしね。あ、でも瓦礫あるってことはこれ壊れないから盾にはなんのか。よし、ちょっと俺前に出るから。とっとと上2段階目いっちゃった。後ろの人は上。あれ壊さないとアンドロイド止まんないから。あいよー、ボスじゃなかったっけ、なんかの。クマさんがおとりになってくれて、うちにある程度敵が置かないと開かないタイプか、これ。いや、壊れたかな、1段階目は。壊れたら閉まるはず。今2回当てたから、俺うん、開かない。とりあえず OK。 フェーズ進むダークタイプかってことは。うん、だからフェーズがブラスターを永遠にフェーズがあるから。武器なんか回収してもしょうがないな。後ろ壊れてる建物。瓦礫なら瓦礫で壊れないでほしい。ああ、これか。ビーム触手か。で、楽したいっていうか、安全に行きたいなら、もう触手は全部破壊していくしかない。プラネットスナイパーカノンで一応一撃マスターってか。で、その際、なるべく緑の部分を狙うように。なるほどね。緑のところが一番きついんで。触手がくねくねしてて、ちょっとどういう動き。ゴリゴリ減るよ。よくわからん。で、今触手とタコが3匹いるはず。死んだ。えぐ。前に出すぎだ。前に出すぎだ。出すぎてないんだ。動いてないんだ俺ら。前に出すぎだ。わかる？やられるぞ。タカちゃん復活させるために死んだ。俺ら動いてないんだよ。触手を舐めすぎだ。逃げよ。タカちゃん、シールドを解除して逃げるぞ、奥に。撤収。一応ね、この触手を破壊しなくても前には進めるんだよ、先には。どうすんの？残ったまま次のウェーブ行くの？いや、触手は消える。なるほど。瓦礫。瓦礫シールド。タコちゃん来ましたけど。ブラスター2発ぐらい適当に投げとくから、それに盾を。いやー、タコのやつか。クロスで飛んでて死んでもた。遠距離からタコしばけ。助けてください、横です。近かった。とりあえずタコった。よし。でもね、タコは永遠に出てくるから。結局触手上？プラネットスナイパーが触手でもない、あのリングの下。はい、頭壊れ。下リングを破壊しなきゃいけない、本当は。開いたらじゃないよ。だから覚えてねえのかよ。リング縦になってるでしょ。ああ、いやいや、思い出した。それね。制御装置ね。あったな、そういや。無理。あの、全無視して、行くっていう手段がある。でも、どっかのタイミングで残るから。せめて。タコを3匹いるから2匹処分して、リングを破壊。そうすると触手が消えるから、
次の敵が出てくる前にタコを残り1匹倒すみたいな。あ、残ってたのに。すまん、タカちゃん来れる？あー、危ない。いけるか。あ、回復も打つわ。はいよ。あいかんあいかんあいかん、逃げよう。ちょ、タコの相手にしてたら盾が切れた。よし、ミークル来た。触手終わりませんか。とりあえず触手壊すね、俺は。機動力じゃあ足元行こう。お願いしようかな。下回り込んで制御装置は。タコが多すぎる。終わった、触手。触手は終わった。全終わり？落ち、うん、触手は全終わり。ああ、じゃあ。お適当に横からタコ狙撃しとくから、タカちゃん下行ってるんだら頼むな。今これで2ウェーブ目が終わるとこだね。見えた見えた。頼むわ。次のタコ出される前に行けるといいんだけど。ああ、湧いちゃったかな。なんか怖い音しとる。タコ湧いたな。俺も向かう。で、次がね、イカ。パターン詰めていかないと。硬い、硬いのと、なんか俺タコに狙われてるんですけど。終わらんな。あ、今向かってる。遠い、遠い。俺が一番遅い。落ちた。マシンが落ちたのは。マシンも落ちた。マシンだけやな。タコ来てら。うん。いや、うん、タコは狙ってる今。位置取りとかもまだ何もわかんないからな。イージーなんか敵のダメージクソだからゼロ距離で打ってても楽勝だった。よし、タコやり。枠前に。じゃあ、あと。次の段階行きたいね。ちまって、打つ。かてえな、30万ぐらい与えてもまだ。終わった。さあどうする？結構減ってるから回復一発投げとく。次上から、真上から、俺の真上からイカちゃんがいっぱい出てくる。一発回復打つよ。打っていいの？う、いや。敵倒してから。覚えてない。え？打つとね、打つ次に進んじゃうかな。だよね、倒してからだよね。イカちゃんが真上から来るから。倒してからか。めっちゃおるやん、めっちゃ。こいつら弱いから、弱いっていうか、柔らかいんだよね、すごい。なんも見えねえ。プラットフォーム、お願いします。タカちゃん、痛い、死んだ。一応こいつらもね、倒した後湧くんだけど、湧きが遅いから。全部ブラスター君がやってます。楽勝でいいわ。よし、終わった。でも適当機銃照射。で、うん、リロード。リロードしとこう。しとこう、ね、今のうちに。ブラスター君回復してもらおう。イカちゃん出てくんの遅いから、うん、今のうちにリロードして、次に進む。じゃあちょっとこの次が敵弾兵だったかな。今一発5万だからね。適度に撃つよ。今3発目、うん、大丈夫大丈夫。もういいよ。もういい。早いね。動いた。2、30万で次行ったね。敵弾兵は俺耐えようがないんだけど。リング回転してるでしょ、うん、だから反対側に向かう、ま、向かいつつって感じかな。敵弾兵がタカちゃんに、うん、敵弾兵はもう、ちなみに上のあのあれリング壊さないとずっと来る。ずっと来る。リング中央のスピネルを狙っ
ください。いやー落ちたー。ブラスターアート。やった。スピネル終了。うわー即死した。何の攻撃やこれ。やば。引っかかった。撤収。あいつか。まあ、逃げて逃げて。とりあえず敵弾兵がこれ以上出ないんだったら自爆等すれば爆発させながら。やべ引っかかった。ブラスターブラスターがあと。ただのアンドロイドもいる。待って、そこで死なれると助けに行くのが、うん、数が減ってから科学あたりが来てくれればそれがね難しいんだよね。この次どうだったかな。なんか後ろ後ろ。なんかこいつずーっとぼーっとしてる。そういう攻撃してくるやつか。次はね、雲だったかな。うわ、嫌なやつ。銀雲、キングみたいなやつ。青雲か。青雲のキングだったかな。なんかキングっぽいのがいたよな。ちょ、リバッシュがもう6発も使っちゃったな。リバッシュももうちょっと増えるのかな。12か13までいるはずだから。えぐい。お、タカちゃんのマシンがそろそろ壊れる。次呼べるんだ。これより目標上空に侵入する。早こい。爆破して減って、これある程度敵倒すとなんかコーション出た気がするんだよな。あ、うーわ死んだ。レアズが、うわー、タカフィルのロボットが邪魔だ。わーマジか、違いが動けねえ。違いに引っかかった。乗れば乗れんのか。うぅ、アケーロケットパンチにやられた。そう、痛えよなあれ。俺もミッション即死したわ。あのね、外周の方にね、なんもない道路があるんだよ。ああ、うん、ここがね、すげえ移動しやすいわ。お、回復してくれた。よいしょ。その辺の落ちてるアイテムで回復してくれ。すまん。お、そうするわ。あんまりちょっとこのまだ続くからウェーブは、あんま無駄遣いできん。おっと、あかん、使わんと俺死ぬ。あと青いの高いのか。あっざー、ブラスター何狙ってんだよ。前期突入。あっち狙い、あっちワーニ。これね、すぐ落とした方が良かった気がするんだよな。あー、触手が、触手が。そしてあの転送はずっといるのか。壊せるやつだ、あの転送。いや、あれはリングの下を攻撃して壊せば消えてなくなるはず。おお、やべ、あ、何も見えない。死ぬわ。死んだ。あ、長いんだよね。で、俺がソロでやってた時なんだけど、うん、さっきの敵弾兵とかいるじゃん。頑張れ。あいつを俺が今死んでるところまで連れてって、そこで殺すの。誘導弾や。結局俺が今死んでるところで最終戦することになるから、お、ここにアイテムが欲しいんだよ。今そっちにアイテムいっぱいあるでしょ、主屋の方に。そうね。そのアイテム拾いに行けないから、
まあ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 長いね。ちょっと線棒練りましょう。俺 何十回もやった末の戦法だから。よし、じゃあクマさん、あの難易度をイージーにしてくれ。俺たち動き覚えよう。よし、じゃあ行こう。わかった、こんな死なまあ、死なんやろ、イージーし。それは50だからね、一番いいの装備したらそうなるんじゃない。とりあえず気をつけるポイントとともに、まずは上のスピネルを壊すんだね。そしたら敵が湧かなくなるから、ザコを全部倒せば OK だよね。うん。まずは。いやー、近づいてくる。おっそ、弾おっそ。おっせ、弱え。え、当たってんのこれ。めっちゃ遅かった。おっせ。おっせ、弱え。あ、こいつこれで終わり？閉じれば終わりか。閉じるわ。閉じるってか、煙が出て終わるんだよな。敵が弾打ってこねえな。ゼラ系の弱いやつだけど全然余裕。当たっても可愛いもんやな。グラント君。確か誤爆のダメージも 10% ぐらいしかなかったよね。ああ。150ぐらい。グラウンド。大したことねえな。敵の弾がスローモーションなんだけど。そう、おっせ。こんなに弱い武器で戦ってたんだなって思う。で、1段階目が終わりと。で、2段階目で気をつけるべきところが、触手とタコだっけ ?2 段階目。ああ。この時に一旦離れる。一回離れる、ね。タコに喧嘩が売られない。そうだね、タコはノンアクティブだから。あ、そうなの。そう。だから前にっていうか、まあタコに攻撃当てちゃうと多分反応するでしょ。なんか飛んでっきょでいきなり誰か当てたんかな。でしょ。あ、これ最初がアクティブなのかな。これあれか、場合によったら一番初めのアンドロイドを倒すとき下まで行けばガン無視していくこともできるのか。第二か開始と同時に制御装置を攻撃すれば。だから今制御装置を破壊すれば上の触手は消滅して、は消滅する。残ったタコを倒すだけで OK になるのか。うん。だから初めの開始のあのアンドロイドの時にもう下、あっちの下まで行っておけば第2段階と同時に制御装置っていうのもありか。ちょっと待って、何これ、まあ安全に触手倒してからタコでもええけど。おっせダメージが、ダメージが表示されない。あれ、あ、やっと表示された。届いてない。おっせ。一応流れを見るだけならこんな触手破壊する必要ないから。ちょっと次行こうか。タコ防具つけてなくない？イージーだから。おっそ、ついてる。わかんない、俺が切りまくった。遊んで。じゃあトトと次行くか。タコ邪魔や。お前ちゃんと防具してる。科学が壊してくれたい。こんなもろいんやな、イージー。素敵。タカちゃんもマシン遅すぎんじゃねえの。そうそう、なんだこれと思って。いやでもこれぐらいでも難しいっていう人がいるかもしれない。あれでしょ、タカちゃん、あのニューガンダム使ってたのにいきなりジムで戦えって言われてるみたいな感じでしょ今。さっきまで乳がんだったのに。で、次が3が
敵弾兵じゃない。ムーバブルフレームをくれ。イカイカイカ。上からイカ。イカもイカを倒すんだっけ？下の制御装置倒すんだっけ？制御装置を壊すんで前に倒したら制御装置やるとイカとアンドロイドになるから。この子はさすがに全部倒してからと。そう、イカは一回倒せば、まあ、待ってたらね復活するから。改良に同時に、それともちょっとずつ、うん、一気に来ると思う。それも結構重要なんだよ。数体ずつだったらね。いや、それはめったにないよ。俺しばらく待ってたもん。弱えな多分80秒とか待ってたら多分ダメだと思う。じゃあ、ある程度減らしたらでいいのか。痛い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 。で、この後の敵弾兵でちょっと位置を教えてもらいに行こう。戦う位置を。スタート地点に戻るんで。スタート地点に帰る。この左右にさ、道路があるの分かる？リング下の外周ぐるって回って、足をせ始めの位置に戻るんで。そう、この廃墟が邪魔だよね。そこにアイテムが欲しいんだよ。一応ここね、レンジャーだと外周引き打ち作戦であんまり体力なくてもクリアできるみたいだから。ここ外周もっと奥。え？あ、ここら辺でいいんだよ。ここ。な、瓦礫がなんもないもう道路。この道ね、はい。うん。引き打ちがしやすいってこと。うん、あ、この広場とかな。でもこの外周もね、整備されてねえな。いい、でも赤は赤なの。食べてから爆発するまで押せ。当たってんのかこれ。あんま消えてね。ヘビーキャノン。ヘビが遅いだけあって、すんごい。え、なんかスーって消えてったんだけど。まあ、あくまで俺のやり方はね、この敵弾兵たちがすげえ追いかけてくるじゃんよ。で、こっちの画面端まで走って、君たちずっとそっちにいるけど、こっち来ないと分かんないよ。いや、行ってるよ、今。遅いよ。遅すぎんだよ。しかも廃墟の足場が割と邪魔で。死ぬ気で走りなさい。で、前回はこの次で死んだんだよね。で、ここで倒す利点は、うん、アイテムが集まる。アイテムが集まるだけじゃなくて、回復アイテムがここに出ることによって、要するにこの次ってここの真上のリングを破壊するんだよ。はあ、とりあえず戻ってきた。爆発しても全然効かない。イージーだからね。よし、あれスピネル誰か攻撃してよ。します、はい、なんか当たんねえんだけど。あ、射程短いから届いてないかもしれん。
ダメージ出てないもん。じゃあ出てないな。これはちょっと怖い。うわ。長い。 いや、スピネル壊してないからだよ。で、スピネル壊した後、まだ壊れてるね。まただけだ、GP でね。あ、壊れたのかな。やっぱ火力だけは DLC 装備はインフレしてたのがようわかるな。ショッツでも。今のこの状態が理想かな。でこの状態でアイテムを集めつつここで次に行くと。次がね、触手とクラゲとアンドロイドと途中から雲が出てくるのかな。リング回転した。ちょっとどこから先はやめてほしいな。こっから先は覚えといた方がいいわ。ほら上見てみ、ほら出てきたろ、これ。これを速攻で落とさないと触手と宇宙船にやられる。さっきのやばかったやつね。タコ来てんだけど、うん、そう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 。だからこうなるからここに回復が必要なんだよ。タカちゃんがシールドあるならここか。いやすぎる。いやただ角度と爆発やから結局あんま意味ねえんだよな。ここ画面端の外に与える判定ってひでえな。なんだったら、なんだったらスピネル破壊したら逃げてもいい。反対側にほらクラゲなくなったでしょ。なるほどね。で一旦逃げてもいい。てか一旦逃げた方がいい。反対側にここでタコをちゃんと消滅させてからまたタコを倒せる余裕は多分ないと思う。でこれで大量の敵弾兵がまた、そう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 、敵弾兵と雲が出てくるわけで、ここで外周をぐるぐる回りながら一回殲滅する。ふふ。もうなんかやばいじゃんそれ。無理じゃん。イージーなのに失敗しそう。イージーはフェンサーしか無理なやつやな。フェンサーしか無理なやつやぞ。あ、ウィングダイバーか。何かなんだろう。武器が弱いんで。まあでもやっぱ敵が弱いからどうにでもなるわ。イージーはな。問題我々機動力ない組どうしようかなっていう。所詮イージーやなっていう程度の火力し。あ、本当はここはもう本当後ろに下がりながらぐるぐる反対側まで行ってやるんだけど、下がらなくても敵が死んでいくから。イージーだからね。逃げてのオーダーがまあ無理だよな。タカちゃんは乗り物が残ってたら連続ピョンピョンで。敵弾兵だから撃ってりゃ足が止まるっていうか、当てられねえ。タカフィールはロボに乗ってジャンプしながら下がり撃ちかな。そうなのな。だよ、ジムじゃなくてニューガンダムがいるから。でここを乗り切った後は何？次行く条件は敵倒す。覚えてないね。え、そこの上にない。上？あ、タカフィールの上に。あー、ないな。あれ？あ、でもあった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 。これもあれか、制御装置か。でね、今ここが、うん、今この状態が休憩タイムなんだよ。休憩タイムね。
そう、リロードタイム。リロードタイム。クモを倒して、タコも倒して、この状態が今、これ、何、ダメージ一時、ザコはもうずっと浮かずしないのか、ここ。しなかったと思うんだよね。まあ、転送されてきてもおかしくはないけど。で、回転して、で、こっからが、地獄ちょっとよく覚えてないな。触手出てきたら、で、あ、そうだ。ここはね、触手を全部破壊しなきゃいけない。きついね。ここの触手はマジきつい。ガバーン。見て、この青いレーザー。この青いレーザー見て。これでマジで死ぬ。いつもの死ねクソが来ましたよ。だから緑を優先して破壊する。あれ？緑っていうかあの虹色に光ってるやつ。あの青いやつ放ってるやつ。緑色じゃないの？ああ青緑色。あるね確かに。七色に光るやつがいる。うんまあ同じだよ同じ。やってくることは同じだから。まあプラネットスナイパーカノン見つけまくりゃ一瞬で壊せそう。一発でいけそう。とりあえずこの青い光に多分即死させられると思うから、ビルここで戦ってるでしょ今こうやって。だからここに回復アイテムが必要で、なんならビルも必要なの。ビルは貫通しないから。ただスナイパーライフルに貫通とかがなくて弱え。イージーだから持っていける武器が弱え。まあそれ以上に敵が弱いからいいんだけど。で仮にここの触手を壊さずにスピネルだけ破壊すると、うん、触手が残ったまま次のフェーズに行くから。絶対ここは抹殺ね。そう、ヘビーキャノン全然当たんねえんだけど。手が短すぎる。結局俺の狙撃だね。あのヘビーキャノン届かないんだけど。届かへんな。クソみたいな武器を持っていつも頑張ってるんだよ。いや、もう一個の方届くわ。小さい方は無理や。これ13発ってまた微妙なんだよな。俺のスナイパーライフル3点バーストなのに弾が13発だからさ、最後の1発があまりにも無駄すぎる。でまあこの時さ、この状態の時になんだろう、こっちの方に敵倒しちゃってアイテムがあると、うん、アイテム出なくなっちゃうんだよねこっちに。さっきイカとかいたでしょ、うん、イカ倒してもねアイテムが出ないんだよ。お亡くなりになった。何あ痛い痛い、結構痛いね。確かに痛いなこれ。痛いねっていうか弾遅いからかわしてみて。かわしてかわして弱っ。敵以外弱っ。遊んどったイカに4体ぐらいに囲まれた。イカ弱いぞ。スピネル届かねえんだ、落としてほしい、うん、じゃあ俺がスピネル行くか。また死んだ。あれ一人だけインフィルの。あざーす。弾も全然入んねえし。ね、ソロでやるときはね、本当インフェルノ装備持ち込めるから余裕とかいう次元じゃないからね。終わったかな、大体。イカ終わった。じゃあもう次行こうか。次のイカ出しやがってうぜえな。まぶしい。そうだからこのイカを相手しながらスピネル破壊、あの触手を破壊しなきゃいけないっていう苦行がね。で次がザコと
で、ここまで来たらもうあれよ、凱旋もうほぼ勝ち確だと思ってこのクラゲをクラゲをひたすら破壊する。クラゲを全破壊。これ下開くやつをってことね。開くよ、開くっていうかクラゲ壊さないと永遠にこのドローンが出てくるから。下にタコもいるけどね、タコもいるけどドローン優先かな。シャアもいるじゃん。イージーのシャアそんな速くねえだ。まあ、アイテム欲しくてドローン倒し、倒したりするのは全然構わないけど。最後やぞ。アイテム、違う、回復アイテムとかさ。ああ、そういうことね。HP が足りなくなったって時に。結構硬いな、こいつら。イージーでこの刀は。逃げるのが怖いな。さすがに DLC のやつ買って、あーすげえ嫌なの来てんじゃねえか。8、ちょっとダンゴムシも来とるやん。あんなのいたかな。あ、音楽が、タカちゃんの乗り物がなかなか壊れない。弱えな。石。あ、けえのもいる。あれがオフラインとオンラインの違いか。オンライン最後になんかボスが2体来るって。あれでしょうよ。これか。タカダンゴムシと蜂じゃない。タカダンゴムシが蜂かな、なんか来るって。えぐ。死ぬじゃん。処理落ちしてるんだけど。処理落ちして何も見えへん。プレステ5組は余裕だよね。8じゃねえわ。いった、イカがいて。こんな地獄にね、ビーグルを届けてくれるんやもんな。まあ、こんな地獄で戦う方の方がきついんやけど。まあ、あとは倒しておしまい。これは何、倒しておしまい。あっちのスピネルを破壊しておしまい。スピネルかな。スピネル壊せば終わったず。全員で攻撃したら敵に囲まれる前にやれるわけないよね。あーでもなんかね、段階があって途中でなんか閉まっちゃうんだよね。あーうん、あ、閉まった。ここでアイテム取ってもしょうがないね。まあアーマーは増えるからちょっとでも取りに越したことはないけど、武器強くなんないからな。であとはスピネル壊して終わりかな。よし、あ、下から撃てば届くでしょう。俺が一番、あ、届いた。でエンドか。まあ、敵全部倒しちゃった。消えるかどうか確認しといた方が良かったね。ああ、なるほど。残した状態で。まあ、イージーでもここまで来るの長いから、もう一回やりたくないけどね。疲れてめっちゃ眠いわ。マリス君、何やってるんですかね。あれ、なんか敵の、なんか敵出てきたね。敵出てきたんだけど。やばいやばいやばい。あれなんだ。ああ、なにこれ、なんで最後だけ出てきたの。ほら、まあ要するにスピネルを壊せばいいってことで。いいね。あ、エンディング画面が。これをインフェルノで見ないとね。いや、なんかアップだ。俺もある。体力41。
アップ1個だけあった。 T2 ストーク、いやー YA20 インパルスが